吉田さん、斉藤さんからメッセージいただきまして、返信動画を送らさせていただきました。カメラ転売懐かしいですね。私はね、あの作業量にね、もうね、嫌気がさしてやめてしまいましたけども、やっぱりカメラって、初心者が稼ぐというところにたどり着くには、すごく早い方法だと思いますね。ただ、それで生計を立っていこうと思うと、結構きついんで、うん、だって400万円とか毎月売って、100万ちょっとですからね、利益が。まあ、私の場合ですけども。 で、作業は四六時中あって、電話が鳴るたびにお客さんからの問い合わせかなってビクビクしなければならないところに私は耐えられなかったっていうかね、うん、それよりもいい方法を見つけてしまったってことなんですよ。やっぱカメラ転売よりアフィリエイトだなと思いましたし、アフィリエイトよりもネットワークビジネスの方が優れてるなと思いましたし、それよりも投資の方がいいなと思いましたしね。やっぱ相対関係にあるのかなと思います。うん。あの、コンビニの時給よりも別の時給が良ければそっちの方に行くと思いますし、 逆に何か仕事をやってて私みたいにマージャン店をやってて毎月100万円の赤字が出てるようだったらそれはコンビニの方がね儲かるよって話にもなるんで全ては自分の力量と相対関係によるのかなとと思いますところでね吉田さんあの私がちょっと調べたところによると2019年の調査で住宅ローンの支払い完了を平均年月年齢っていうのがなんとね73歳だそうなんですよ。これ恐ろしいですね 2019年の段階でですよ。ですから今ロローンを払ってる方ローンンをを払払っってていいる方方中のは入なんですよそういうふうに私はね読み取ったんですけども支払いを完了した実績のある方で平均してみると73歳まで払ってるんですよね。20代でローンを組んで73歳まで家のローンを払ってるっていう、ね、これ何なんですかね。だから借金を返すためだけに人生があるみたいなことになっちゃいますけども。 あの私の場合で比較したらあれですけども私は稼ぎ方がまず違ったんで家は一括でで買ったんですよねしかも40歳まで家を買おうなんて全く思ったことがなくて43歳までそれも継続していたんですけども43歳になって家を見て買ったみたいなねあたまたまお金あるわみたいな感じで買ったみたいなつうか分割で買いたかったんですけども審査も通らなかったというね <laughs> そんな状態だったということで一括で買ったんですけども うん、それ以来ねやっぱこう家をローンで買うっていう考えはなくなっちゃったんですけども賃貸っていうのもあんまり気持ちにないんですけどもさすがに、ね、73歳どころか私ねその借金を返すってことがもうあんまりこう概念ないんでしょうねお金借りてる時も返すっていう気持ちはあんまりなかったですね。 ななんんかか支払いいいののが来るからししててたっていうう感感じででね、何なんでしょうね、ょこの感覚は。どっちにしても、うん、稼ぎ方を変えれば借金を長い間負ってしまうのかそれとも一瞬で払ってしまうのかってことも変わりますんで、うん、その辺ですよね自分の力量に合わせたベストな仕事収入源を持つその収入源は以前考えていた収入源よりも相対的に 集金の速度お金を稼ぐ速度が速いのか遅いのかってこともありますあのアフィリエイトっていうものは、うん、私の体験ではね私もアフィリエイトっていうのはあのうん3年しっかりやったところによると1億円は稼げたなと思いますんでっていうかアフィリエイト始めた一番最初の自己アフィリエイトやった時にこれで1億いくなと思ったわけですよね、うん、でもコンビニのバイトを始めた時にこれで1億いくななんて全然思えないですね うん、だからど何を選ぶのかってすごく大事なんですけども例えば家のローンの残額を払いたいなと思ったらコンビニバイトではちょっと苦しいんで別の稼ぎ方をね探すことになると思いますしその稼ぎ方を実現した方支払いを実現した方例えば住宅ローン73歳で完済した方にどうやって支払いを73歳までに完了したんですかって聞けばやっぱ似たような結果になると思うんですよ似たような手段にもなりますしね。 っってていううう方は多分、まあ、私じゃなななくてもねあの一発でおお金金ををを返せるようなお金を払えるよよ払え収入源を持ったはずなんですよ、うん、だからそういう意味で言うとどのルートを通るのかってこと非常に重要ですよねだからどの手段を用いて目的に達するのか、うん、あの車にいくら乗っていても月には行かないじゃないですかだから車じゃなくてロケットスペースシャトルっていう別物に乗り換えないといけないんですよね ですけども、あの、多くの、もしかしたら多くの方はね、一生懸命やることとかね、地道にこの車を運転することで、いつか月に行けると思っちゃってるのかもしれません。月にはね、その方法じゃ行けないんですよ。うん。だから今の仕事の仕方では、73歳までローンを払うというね、金利とともにローンを払うという、その関係は変わんないと思いますし、73歳まで職場があればいいですよ。収入源が維持されればいいですよ。でも、そうとは限らないじゃないですか。私今ね、48歳ですけども、この10年で、 どのぐらいね、収入源を変えたかってことですよ。むちゃくちゃ変わってきてますからね。おおよそ40歳になった時の収入源ってのは、うん、麻雀の価値分というね、ところだったかなと思います、一番は。麻雀点系はマイナスですからね。麻雀の価値分で、なんか借金を払ったりとか、生計を立てていたりとか、キャバクラ行ったりしてたような気がしますよ、確かに。振り返ってみたら。なんかその頃はね、5万必要だなと思ったら5万円分麻雀をして、 価値金が5万円を超えたたら辞めるみたいなこととかね今日は10万いるなと思ったら、ちょっと長くなりそうだなと。もしかしたら一晩二晩になるかもしれないなって感じで、麻雀を始めて、で、10万買ったところで、ラスハンとか言ってやめてね、10万確保したりとかっていう、そんな日々でしたよ。う広島市の麻雀店舗、裏麻雀、表麻雀、全ての麻雀店の、 オーナーナさんそして私と一緒にマージャンしてくださった方はすいません私はねそんなマージャンでしかなかったですだからね勝ったらすぐ辞めるっていう噂はなんか嫌がられてたと思うんですよ私は勝ったらもうやめるみたいなでもう一回やろうよっていう声もかけられましたけども私は自分の価値金が一番だったんですいません用事あるんでっつってからねいつもそっけなく断ったと思うんですよそういう形でマージャン業界にマージャン業界っていうのかなマージャン賭博業界に関わっていた皆様ね えー、愛想ない久保哲郎で申し訳ありませんでした今度はねあのゆっくりとお付き合いできると思いますんで、えー、一緒に楽しめればなと思っておりますそれからね麻雀プロの方も何人かと対戦させてもらいましたけども弱すぎますよ麻雀プロは、うん、ああそういうのでねまあプロっていう誇りを持っていってもいいんでしょうけども少なくともプロだったら私みたいな三流にねあの負けないでほしいなっていう気持ちは今でもあります私は素人なわけですから、うん、でも マージャンの格闘技ではね、負けないですよ。<laughs> という気持ちは今でも持ってます。まあもう今無理かな。もう何年もマージャンやってないですからね、うん。まあでもね、やっぱりその、一晩二晩で5万10万勝てる私でも、それを一生の仕事にはできないと思いました。というのが、マージャンっていうのをやろうと、健康が壊しますね。タバコの環境もありますし、あとね、やっぱりね、10時間以上やんないと、 なかなかね、3万円とか勝てないんですよ、10万円とか。10万円とかになったら、本当にね、その、100万が1発とか2発出てくれないと厳しいですし、あの、1回大きなラストを引くと、それを取り戻すのに、またね、半チャン2、3回かかっちゃうんで、もう疲労感が半端ないですよね。だから3連勝、5連勝、パン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 と、やって、パッとやめたと思うんですよ、私はね。うん、いや、懐かしいですね。えー、そういうこと考えたら。 今ね、あの、本当遊びでできる麻雀相手の方を探しております。レートはかけなくてもかけてもどっちでもいいです。あのよろしかったらお相手お願いします。えー、たまにやりたくなるんですよ。ただね、2、3回しかもう楽しめないと思います。私は麻雀が。<laughs> あ打敗が早い方お願いしますね。遅い方とやると本当半チャン1回も持たないんですよ。本当せっかちで申し訳ないですけども、半チャン1回4人麻雀なら20分、3人麻雀だったら10分。これでできない方とはちょっと麻雀できません、私は。すいませんけども。 当時はね、ねねやっっぱみんな早かったです、ね麻雀ねうん、私がやってた頃は、うん、ありがとうございますということで、えー、と別に麻雀の自慢をしたいわけじゃないんですけどもあそういう風にして私はね、あのー、お金を切り盛りしていたっていうことをちょっとお話しさせてもらいました、えー、今回は手段と目的ですねカメラ転売の労力は私はね本当に1年半ぐらいしか持たなかったですねもう嫌になりましたね段ボール買いに行ったりとか箱詰めしたりとかプチプチをねなんか確保したりとか 空間も結構使いましたからね、うん、はい、では以上でございます